今日はお休みなされましては。いいえ、いつも通りにお稽古していただくわ。ではさように。この頃なんだか忘れっぽくなって、主人が亡くなった直後に声楽のレッスンを受けるなんて不謹慎だと思いになる。いえいえ、私カムバックする計画ですの、主人も望んでましたし、それにこんな悲劇に直面した時こそ自分には歌や踊りがあると思って救われます。確かに救いですよね。あなたのように才能のある方は波のものにずっと幸せです。ありがとう。